リルバイウムの戦いは、死死官、ガイウス・アティリウス・レグルス・セウッダヌストルキウス・マンリウス、ウルソ・ロングスが率いるローマ軍と、ヒミルコ将軍のカルタゴ軍が、シチリアとリルバイウムで対峙した第一次ポエに、戦争中の工場戦。ドレパナ沖の海戦で、ローマ海軍が壊滅した後に、ローマ陸軍は、包囲を解いて撤退した。前年のパノルムスの戦いの勝利の後、 ローマ元老院は、シチリアでの決定的勝利を得るために陸軍を増強することを決定した。このために240隻からなる新しい艦隊が建造された。二人の執政官が四個軍団を率いて、シチリアに向かった。海軍及び支援の同盟国部隊含め、総兵力は10万に近くに達した。レグルスとロングスは両名とも二度目の執政官への就任であり、 十分な軍事経験を有していた。ローマ軍は、ビルバイウムに到着し、波状土、投石器、工場等を準備し、また残壕や防御壁を構築して、残壕包囲を開始した。さらに、城壁の元に向かって、行動の掘削を試み、艦隊が海上封鎖を行った。カルタゴ軍の総兵力は、傭兵1万人程度であったが、 そのほとんどがこの時点で、リルバイム城内にいた。歴史的にカルタゴはその陸軍を傭兵に依存しており、国軍は有していなかった。歴史家のポリビオスによると、ローマに対抗できる可能性はないとして、多くの傭兵隊長が、ローマ側に投降することを決めていた。カルタゴ軍司令部はこの動きを察知しており、ローマ軍や英知に入った傭兵部隊に城内に戻る子を許さなかった。 城内に残った傭兵部隊の中精神は十分であり、またカルタゴ本国からの増援も得た。ドレパナにあったカルタゴ艦隊がローマ艦隊による封鎖を突破して増援を送ったのである。その後も継続的に封鎖を破って海上からの補給が続けられた。嵐によってローマ軍の防御施設が破壊された後、カルタゴ軍は数度にわたって城外に出撃し、 ローマ軍の工場兵器に放火して破壊した。この損害は一旦は修復されたが、さらなる一撃がローマ軍に襲いかかった。翌年に戦闘経験のない失政官が増援軍と共に到着した。主席失政官のプブリウス・クラウディウス・プルケルはカルタゴ海軍への攻撃を決意したが、第一次ポエニ戦争中最大の敗北を喫してしまった。 93隻のローマ艦が撃沈されるか露獲され、30隻が脱出できたのみであった。プルケルはローマに召喚され、この無能さを罰せられた。その後しばらくして、ルキウス・ユニウス・プルスが率いていた、別のローマ艦隊もカルタゴ軍に撃破された。ローマ軍はドレパナを孤立させるために、他の手法を試みた。これに対してカルタゴは、紀元前247年に、 ハミルカルバールカをシチリアの総司令官に任命し、各地に散っていた兵力を集中させた。リルバイウムを攻略するというローマ軍の試みは、紀元前241年のアエガテス諸島沖の開戦において、ローマ軍が決定的な勝利を得るまで続いた。この敗北のために、カルタゴはローマとの講和交渉を開始せざるを得なかった。講和条件の一つは、 ビルバイウムを含む全シチリア島の放棄であった。ありがとうございます。